フェイロン、すまないが、街頭覇王通の撮影は中止だ。しかし、なぜ罪のないスタッフたちが襲われなくてはならんのだ。それなんだけど、撮影直前で脚本が大きく変更されたね。今回の敵は国際マフィアだった。しかしそれがテロリストになった。あ、そして全てを操る黒幕が独裁国の将軍から一企業に変わった。武器を供与し、民族紛争をコントロールして、株や為替などの世界経済を操る悪の武器商。スポンサーが変更された脚本に問題があるから降りると言ってきたんだ。プロデューサーが問い詰めたら、前作は公開時には型がついてた話だからよかったけどと。なるほど、関係がないとは思うが。Are you ready? Fight! What the hell?戦ってくれ。構わんぞ。いいのか。男に二言はない。Are you ready? Fight! こんなチャンスが来るとは。言えた。言えた。そろそろ本気でいくぞ。Let's pick up the pace! Fight! どこを見ている。
撮影スタッフを襲ったのはやはりお前たち SIN か。メディアは偉大な権力だ。しかし愚かしい。作られた真実を疑いもせず、作られた思想を盲信して面白いように踊ってくれる。だが時として真実を嗅ぎつけてしまうこともある。貴様よくも目障りになりそうなものは見つけ次第叩き潰す。それが我々のやり方だ。